第70回ミスユニバース世界大会の日本代表が着用した衣装が物議を醸している。ハフポスト日本版によると、10日イスラエルで行われたナショナルコスチューム部門で、日本代表の渡辺朱里さんが着用した衣装が批判を浴びた。渡辺さんの衣装はピンク色の着物風のドレスで、袖には日の丸があしらわれ、胸元には漢字で日本と書かれている。さらに、ピンク色のブーツを履き、ピンク色のお団子にヘアアレンジをし、両手で金色の招き猫を持っている。さらに、ドレスを左前で着用している。この衣装に日本のネットユーザーたちは強い反発心を抱いた。あるネットユーザーは駐日イスラエル大使館の SNS に美的感覚も格式もない。日本の歴史文化を完全に笑い者にしたと指摘した。同衣装は日本とイスラエルの国交樹立70周年を記念し、イスラエル人デザイナーが手掛けたものだという。歓迎と祝福の意味を込めて10から20代ファッションの中心地原宿のファッションスタイルと着物を融合させたというのが、イスラエル大使館側の説明だ。しかし、意図がそうであっても、各国代表が自国の文化を気にした衣装で登場したのに対し、多少外れているとの指摘が続く。去る2日に先に紹介された際にはベルトが16-10表記庫をモチーフにしたものだったが、不適切との指摘が寄せられ、実際のコンテストでは変更された。一方、同大会の決勝は12日にイスラエルのエイラートで開かれ、インド代表のハーナ・サンドゥさんが優勝した。